宗谷は、海上自衛隊の機雷布設艦。海上自衛隊発の機雷布設艦で、機雷布設任務の他に総会大軍機関を呼び、母艦としての機能を持つ。設計に際しては柔道警艦の、は、痩せ型総会母艦と、同じく経済性を考慮して、商船規則に基づき商船構造となっているが、戦闘行動や、 食来時の危険性を考慮して防御用兵装と護衛艦に近い対象撃対策が施されている。機雷布施設のため艦内の第二艦艦は全通の機雷庫とされ、機雷の搭載数は三千0 0ポンド級の機雷で二百六十六個とされている。機雷庫を大きくした分、船形は選手郎型となった。機雷布施設機場は中艦艦に六条、上艦艦に二条装備されている。 上肝板の軌道は後部原則に沿って下方に傾斜しており、透過位置は中部肝板の軌道と同じ高さである。宗谷の機雷付雪装置は当時世界に例を見ない最新式の自動機雷付雪装置で、付雪間隔、付雪速力、軌道の選定、透過数の制御は、機雷選手機室からの制御で自動的に行われ、透過付雪された機雷は、 機雷戦式室よび CIC の電気表示板に自動的に表示され、不設状況がわかるようになっている。環境構造物は、総海大軍機関としての設備として指令室、指令公室、爆僚事務室、指令部署務室が配置されている。また、CIC は、股間用と指令部用が内部で仕切られて配置されている。後部看板には、 ヘリコプター乾板が備えられ、V-107A 総海ヘリコプターの発着に対応している。ヘリコプター支援施設として、空中給油装置、機動用電源、消火装置、発動機洗浄装置、航空燃料用タンクが設けられている。その他、総海停支援用の補給施設を有しており、ヘリコプター乾板直前には、異彩用の中折れ式5トンクレーンが設置されている。 また、水中処分汎用装備、再圧タンクも備えている。方向並走として、全部乾板に68式50口径3インチ、連装速射砲が、乾板室高換量源に、マーク、1 0 2 0トル炭素基準が装備されている。また、対戦並走として、SQS-11A 捜作用ソナーと 中部艦板両源に68式三連装魚雷発射艦が装備されている。宗谷は第3次防衛力整備計画に基づく昭和44年度計画不設艦951号艦として、日立造船舞鶴造船所で1970年7月9日に寄港され、1971年3月31日に浸水。 1971年9月30日に収益し、第二総海大軍に機関として編入され、横須賀に配備された。収益当初の監首は、不設艦である。1977年1月22日、監縮分変更により、不設艦は、監首骨障が、嫌い不設艦に改められた。1988年、2 0トル単装機銃2機を撤去し、 JM61M20mm ート2機が装備された。1996年11月29日、除籍。収益中の総工程は約29万5千0 0回りに達した。宗谷の除籍により、海上自衛隊が保有する自衛官の種別から、機雷不説艦が削除された。ありがとうございます。